緑と花と彫刻の博物館は、山口県宇部市の博物館、時和公園の施設の一つ、地元から公募された時和ミュージアムの愛称を持つ。時和公園内にあった宇部市野外彫刻美術館、宇部市熱帯植物館、時和湖水ホール彫刻展示室が統合され、2007年に開館した。野外彫刻展示場は、1961年の、 1> 第1回宇部市野外彫刻展以来、各年で彫刻展が開催されてきた、時は湖岸の丘陵地一帯を、宇部市が再整備し、開場した。展示場面積、約2万8000平方メートル。宇部市の彫刻ともなっている、ありの城など、数多くの彫刻が、常設展示されている、常設展示場と、企画展示場から構成されている。企画展示場では、各年で、 ウベビエンナーレが開催されており、若手彫刻形の登竜門として、その存在が知られている。熱帯植物館は、1991年の台風19号で、公園内のサボテンセンターが倒壊したため、この代替施設として1995年4月1日に、開館した。館内には、オリジナルグッズなどを扱うミュージアムショップや、喫茶店、企画展示室などがある。 開館時間は9時から17時、休館日は火曜日である。1469.80平方メートルの熱帯植物室は卵室、サボテン室、熱帯植物室からなる。卵室にはシダ類、卵類、ベゴニア類、アナナス類、食虫植物などがあり、シダ類はビカクシダを中心に、卵類は数多くの品種がある。ベゴニア類、 アナナス類は美しい花を咲かせる品種を中心に配色している。食中植物は、ウツボカズラ、モウセンゴケなどがある。サボテン室では、南米産の金アキラマル、クレナイ、オオトリマル、ショウタカマル、北米産の金シャチ、新天地、赤オオトリなどの玉サボテンや、リンペン柱、エイリョウ柱、ホクトカクなどの柱サボテンが、自生地に近い景観で見られるほか、 日本では珍しい光山などの品種が見られる。また、時は公園で作られた品種である、桃唇竜、紫団竜、城陽丸などが見られる。このほか、吉祥亭や花麒麟などといった多肉植物が数多く見られる。熱帯植物室は、熱帯果樹コーナー、熱帯果木コーナー、ヤシ類コーナーの3つに区分されている。熱帯果樹コーナーでは、季節によって、 パパイヤ、バナナ、マンゴー、バンジロー、パンの木などが実をつけ、池には、オーニバスが浮かんでいる。熱帯花木コーナーでは、ブーゲンビリア、パイプカズラ、インドソケー、ヒメフヨウなどの花や、旅人の木、インドボーダイジュ、美容タコの木などが、ヤシ類コーナーでは、ナツメヤシ、黄金ココヤシ、ミエミツヤシなどが密生している姿や、有用植物のトックリキワタ、マホガニーなどが見られる。 その他、熱帯魚の展示も行われている。AB 宇部市都市公園条例。ありがとうございます。